はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ソウルバーナーです。本日なんですが、サラマングレートデッキをね作ってきました。まあ、ブレインズでね、あのホムラタケルさんっていう、なんかもう本当ブレインズの主人公って言われてるキャラクターがいまして、でその人が使う、まあ、キャラクターデッキですね、サラマングレート。まあ、ランクマン用なんでかなりガチ構築となっているんですけれども、めちゃくちゃ楽しいねこのデッキ。めっちゃ強いし、どういうテーマかっていうと、サラマングレートっていうのはですね、あの転生リンク召喚というね、あのリンク召喚がありましてですね、同じモンスターを使ってリンク召喚ができるんですよ。あの例えばサラマングレートサンライトウルフは、サラマングレートサンライトウルフ1体でリンク召喚できるんですね、このサンクチュアリというカードを使えば。このサンクチュアリというフィールド魔法があって、あのサラマングレートリンクモンスターはその同じやつをあの素材にして1体でリンク召喚できるよっていう効果があるんで、このサンクチュアリを使って同じやつを出していくんですよ。でこの同じやつを出すといいことがありまして、例えば、まあ、サンライトウルフであれば、墓地のサラマングレート魔法トラップカードを回収できたりとか、あと、このヒードライオであれば、墓地のモンスターとあのフィールドのモンスターの打点を同じにするよとかっていう効果があるんですね。まあ、こういう効果を使って、まあ、戦っていくっていうテーマになってます。でサラマングレート何が強いかっていうと、まあ、トラップカードがかなり強いんですよね。サラマングレートレイジとかサラマングレートロアっていう、まあ、この辺のカードがめっちゃ強くて、まあ、ちょっと1枚板に1枚しかつかないので、まあ、被っちゃったらちょっと若干あれですけども、あのロアはカウンタートラップで何でも無効にできます。はい。でレイジはまあ相手のカードを破壊できますと。で破壊するカードと、まあ、無効化するカードがあるんで、これどっちかまたはどっちもセットしていくことができると一番強いですね。だから、まあ、これをまあガン詰めしてもいいかなとあの思うんですけども、あのまああの構築上ちょっとあの初動札をいっぱい入れたりとか誘発を入れたりした結果2枚2枚になっちゃったんですけども、まあ、これ3-3とかにしても強いと思いますけどね、個人的には。はい。でまあどうやって動いていくかっていうと、基本的にはそのベイルリンクスっていうモンスターを出して、サンクチュアリーを発動して、でまあサンクチュアリーの効果で転生リンク召喚をしていくっていう感じなんですけれども、リミット1のね、このガゼルっていうモンスターがね、リミット1なだけあってめっちゃ強くて、まあ、こいつにアクセスできるようにいろんなカードが入ってるんですよね。例えばまあレディデバッカーとか、あとサイバネットマイニングとか、なんかこういうカードを使ってそのガゼルにアクセスして、ガゼルはサラマングレートが墓地を送られると、手札から特殊召喚して特殊召喚成功した場合にデッキからそのサラマングレートカードを墓地を送るっていう効果があるんですね。だからモンスターを送って墓地から特殊召喚したりとか、あとあのサーチしたい実質ね、ロアとか、まあ、レイジとかを墓地を送って、まあ、サラマングレートサンライトウルフで回収したりとかっていう動きが、まあ、一番強いかなっていう。でサラマングレートっていうのは墓地から結構蘇ってくる効果が結構多くて、例えば、フォクシーだったら、フィールド上に表側表示のカードが存在していれば、手札からサラマングレートを捨てると特殊召喚を墓地からできるよっていう。で、スピニーは他にサラマングレートがいれば特殊召喚できるよっていう効果、それから、ジャックジャガーであれば、墓地のサラマングレートを、デッキに戻して特殊召喚できるっていう効果があるんで、墓地に送っておくことができると結構強いんですね。だからフォクシーの効果で墓地を送ったりとか、あと、サイバーレットマイニングとかの効果で墓地を送ったりとかして、展開していくみたいな動きになってます。でモンスター横に並べるのが結構得意なのでこのデッキは、だからまあ、ミラージュスタリオとか出して展開していってもいいと思うんですけども、まあ、炎属性でその先行とかで出してるあんまり強いモンスターがいないし、こいつね、発動効果発動すると端子路地まで炎属性以外のモンスターの効果発動になっちゃうんですよね。だからアクセスとかも使えなくなっちゃうんで、まあ、サラマングレートミラージュスタリオよりも、まあ、今の環境であれば、まあ、アナコンダかなと。でアナコンダでデストロフェニックス出した方が強いかなっていうふうに思うので、まあ、この辺の展開をねして、まあ、サラマングレートプラス、まあ、アタッカーみたいな感じで戦っていければいいかなっていう風な感じで思ってます。で、メインアタッカーは、アクセスです。はい。サラマングレートもね一応ねいるんですよ、いくつかそのまあエースモンスターはちょキル性能若干弱いんですよね。まあ、一応その融合モンスターとかあとこの辺のなんかパイロフェンクスとかもいるんですけども、やっぱねアクセスの方がさすがに強いので、まあランクまで使うんだったら多分アクセスでいいかなっていう気はしてるんで、早速ね対戦動画ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。レディーデバッカーだけか。デバッカーだけだとちょっとな、まあ一応初動にはなってはいるんですけども、一応、まあ、サラマングレート立つんだけど、まあ、立つだけみたいな感じになっちゃうんだよねここって。まあ、しょうがないですね。これガゼル持ってきまして、うん、まあガゼルでいい。転生してガゼルで墓地を送って展開だけしとく感じかな。でサラマングレイとベイルリンクスをリンク召喚で、ベイルリンクスの方が発動
人気召喚に成功した場合、サラマングレートの聖域、サラマングレートサンクチュアリを手札に加えていく。そしてサンクチュアリを発動。そうすると転生リンク召喚ができるんで、ここでサラマングレートベイルリンクス1体で転生リンク召喚現れよ。サラマングレートベイルリンクス、サラマングレートが墓地を超えた場合、サラマングレートガゼルの効果発動。このカード自身を手札から特殊召喚し、デッキから墓地にサラマングレートカードを送ることができる。さあガゼルの効果、ちょっとまあ弱いけど、まあこれしかないかな。でサラマングレートガゼル1体でリンク召喚、サラマングレートベイルリンクス、まあ、ベイルリンクスはね墓地に送っておけば送っておくだけ、あの破壊耐性が一応、まあ、一旦に一度ではありますけども、あるんで、例えば、まあ、あのね、何があるか分かんないから行ってこいで破壊されることもあるから、相手なんで一回破壊耐性使って自分さんで破壊耐性使ってみたいなことできるんで、まあ、ベイルリンクスはねある程度ね墓地に送っといた方がいいですね。でベイルリンクス一体戻して、でまあここでジャックジャガー出すと、でリンク先にモンスターが特殊されるとサラマングレートサンライトウルフの効果によって、ガゼルを回収できる。この王属性回収できる。これはあのウララとか回収できます。これはい、あの一回使ったウララとか、まあ、増殖する時だけだとするじゃないですかこれで、ウララ使ってたとしたら、あの一回ウララもう一回回収するっていう動きもできるんで、それが強いところなんですけどね。でまあちょっとモンスター数が足んないので、まあ、こうもう一体追加できたら一応アナコンだから、あのデストロフェンスできるんですけども、ちょっとそれが無理なので、まあ一回ベイルリンクスになっておきましょう。ベイルリンクスになっておいて、でまあ一応、まあ、増殖する時もあるし、はからもあるし、近所で一つもあるし、無限保養もあるんで、まあ妨害力としてはそこそこあるんですよねこれ今。なんでまあこうしといて、であのベイルリンクスの破壊耐性で頑張る感じですね。まあ、ゾウジー通んないとちょっときついけど、まあ、ゾウジーを通すために墓穴を頑張ってセットしてるんで、ここで不正いきなりライトニングストームって言われたら、もういきなり増殖する打って、で春ユララにチェーンして墓穴を打てるようにしとこう。さあどうする、増援何デッキだろうな、ヒーローか幻影か。増援だとあとまあイゾルデムーブもできるから何でもあるんだけど、あーオッケー、ファントムナイツ、まあ、一旦打っときましょう。でどうせあの特殊召喚してくるとは思うので、まあ、してこなかったらしてこなかったら次のターンビール、あービールリンクシャルガゼルから殺せるから、あうららこれはさすがに墓穴、ここ通んないとアドバンテージ稼げないんで、ここは墓穴でうららくんを一回養女一回除外してゴキブリ食べるのを拒否させてもらう。さあ増殖する G は通っていく、まあ、増殖通ったらまあワンキルされなければなんとかなるので、まあ一滴と無限包容あれば、まあワンキルはさすがにできないんじゃないかなと思うけどな。ティアスケール OK、 ティアスケールはオロマイできますね。ファントムナイツをオロから埋葬できるカード、あー OKOK、 まあコスト強いね、コスト強いでサイレントウェルズ OK、まあ割と理想ムーブはしてんだけど、ゾウジー通ってっから、まあ、ロンゴミとか出されたら、出されそうになったらさすがにちょっとどっか止めないとあのデュエルにならないからあれだけど、まあ一応先行取れてる分、まあ、まだよしとしよう。でサイレントブーツは他にファントムナイツが特殊感できる。でブーツ除外するとあ、ファントムナイツね、オッケー持ってくる。幻影ケリゲンね、はい、フォークブレッドオッケー、あれデモンチェーンみたいな感じですね。でサイレントブーツ OK、 展開はしていただける。でステンドグリーブも出てくる、ステンドグリーブはファントムナイツが出てくると出てくる、こいつレベル 4OK、 になる効果があるん、やるのかやらないのか知らんけど、レベル3のモンスターが3体、まあ、レベル3はまだいいんですよね、レベル3はまだいいや、レベル3はまだ良くて、これ今回収する必要あんまねえな。ジャックジャガーは墓地置いときたいから、まあいいや。あのサライトルフはね、別にあの自分のモンスターじゃなくても相手のモンスターでも特殊がされると効果を反応するんで、前に出さない方があんまにあのいいですけどね、前に出さない方が。ブレイクソードはブレイクソードどうしようかな、これまあさすがに無限包容で
自分割れ効果はちょっとあんまり発動させたくないですね。うん、自分割って、まあ、墓地から蘇ってくるんだけど、なんかレベル4のファントムナイツとしてなんか墓地から2体蘇ってくるんだけど、そうするとちょっとロンゴミアントとかが出てくる可能性があるので、できればここを破壊させたくないですね。無限コイル止めましょう。無限法要でブレイクソードは止めていく。こいつがねせっこくて、一回相手のカードを破壊しながらその素材が2体蘇ってくるから、結局あんまりアドバンテージを損しないっていう、ただ単に相手のカードを割ってるみたいな感じになるんですよ。これがめっちゃ強いんでね、まあ、これはなんとかして拒否していきたい。バトル、なるほどなるほど。アーゼウスとか出されるかこれ、まあ、出されたら、でも出された後に禁じられた人質でいいんじゃねえかなこれ。一応だとベルリングスを使ってダウガードからのアーゼウスでも効果1回だもんね。多分1滴で止めれると思うわ。多分1滴で止めれるはず。よし、オッケー、ターン終了。あ、そうなんだ、ここなんか重ねるとこないんだ。まあ、ブレイクソード破壊されたら出てくるしね。割と耐久力はあるんですけど、今の環境結構バウンスとかいっぱい飛んでくるんで、まあ、僕トロイマニクは入ってませんけどね。まずはフォックブレードを踏みに変えてきましてますね、あの伏せカード。まあ、フォックブレードは、まあ、多分ここではさすがに多分使ってこないと思うから、ガゼルで愚かな埋葬していきましょう。サラマングレート系のモンスターを、まあまあ、マジックトラップでもいいんだけどね。これで本当はガゼルでなんかそのロアとかレイチとかを墓地送って、でサラマングレート、サラライトウルフで回収するっていう動きはしたいんですけども、ちょそれがなんかできそうにないので、まあスピニーか。サラマングレートの特徴は墓地からめっちゃ蘇ってくるんですよめちゃくちゃ蘇ってくるんですよ。だから墓地で送っておくと大体特殊ができるっていう。これはサラマングレイト、サンライトウルフとサラマングレイト、ベイルリンクスの2体を使ってリンク召喚、現れよサラマングレイト。ヒートライオ、ヒートライオはリンク召喚に成功した場合、相手のマジックトラップゾーンのカードを1枚対象に取り、そのカードをデッキに戻す効果を持っている。まあファントムフォックブレードは使うしかないな。ファントムフォックブレードの効果でサラマングレートヒートライオを対象に取り、そのモンスターをの効果を無効にし攻撃できなくするという効果。まあ、ちなみに転生リンク召喚できるんでこれで回避できるんですけども、まあ、そんなことをする必要はない。あとは展開部でご了承していけばいい。墓地に存在するサラマングレートスピニーの効果発動。スピニーの効果により自身を特殊召喚。ちなみに今これモンスター、まあ、あの2体分特殊召喚できてるんで、あと1体増やせばいいんですよ。まずはサイバーストックモンスター2体でリンク召喚、現れよスプラッシュメイジ。スプラッシュメイジは墓地で存在するサイバーストックモンスター1体を効果を無効にし守備表示で特殊召喚することができる。スプラッシュメイジの効果発動。スプラッシュメイジの効果により墓地で存在する、まあここは何でもいいんだが、レディーディバッカーを特殊召喚。そしてレディーディバッカーの効果は発動する必要は一切ない。こいつの効果は無効になっている。そして墓地で存在するサラマングレートジャックジャガーの効果発動。ジャックジャガーの効果により自分の墓地のサラマングレートモンスター1体をデッキに戻し、自身をリンクモンスターのリンク先に特殊召喚できる。そしてサラマングレートジャックジャガーとレディディバッカー2体をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン。俺は2体のモンスターをリンクマーカーにセット、行けアップデート邪魔、力を借りるぜプレイメーカー。俺はスプラッシュメイジとアップデートジャマーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、風をつかめストーム、アクセス、現れよリンクオン、アクセスコールトーカー。そしてチェンジアップデートジャマーの効果、そしてチェーン2アクセスコールトーカーの効果と、アクセスコールトーカーの効果により攻撃力を2000ポイントアップし、アップデートジャマーをスワインしリンク召喚したモンスターはこのターンバトルフェル中に2回攻撃することができる。アクセスコールトーカーの効果と、もちろん数属性モンスターをゲームから除外し相手のフィールドのモンスターを破壊する、アクセスインテグレーション。そしてブレイクソードの効果、破壊された場合もちろん、ファントムナイツモンスターをレベルを4にして特殊召喚することができる。その効果をハカーナの指名者で除外していく。うわー、ハカーナインテグレーション
そしてアクセスコールトークから効果よーし、完璧だ。世話になったなプレイメーカー、お前のエースモンストはやはり最強だ。あーまあ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 ですね。アレイスターを召喚はさすがに無限抱擁するしかないかな。召喚魔術のつびきだけ本当にやめてほしいんですよね。本当に犯罪なんで、マジでやめてください。召喚魔術のつびきだけは召喚魔術すびいてたら本当に怒るよ俺。まあちょっと増殖する G はちょっと何出てくるかで考えよう。魔術に遅延した方がいいなこれな。アルテミス OK、 アルテミスは OK、 アルテミス OK。 どうしようかな。テラフォーミング、何をこれ持ってくるやつだ。暴走魔法陣持ってきても、召喚師アレイスターは召喚している。あ、ジェネレイドじゃん。なるほど、ジェネレイドね、ジェネレイドステージ。なるほど、あれはなんか遠くがめっちゃ出てきてやばいこと起きるやつですね。なるほど、ちょっとさすがに増殖する地打たないといけないか、これドローフェーズに。あ、ターン終了 OK、 了解。うわー、バーニングドロー、あ、強っ。え、これ俺らぶち込んだらこれ致命傷なんじゃないってこれ裏でぶち込んだらこれ致命傷だろ。このジェネレートステージ裏これめっちゃきついんじゃないこれ。デッキからジェネレートモンスター特殊化してトークン出すっていこうかなんですけど、ジェネレートステージはこれ一旦に一度しか使用できないから、これ裏で無効にしたらもうあと一生あそこに置物になってるフィールド魔法なだけですからこれね。まあこれはさすがにもうなんかワンキル取れそうですけどね。サラマングレイとジャックジャガーを召喚で、ベイルリンクスを一体でリンク召喚していく。そしてベイルリンクスのリンク召喚成功時効果発動。ベイルリンクスの効果によりデッキからサラマングレイとサンクチュアリを手札に加えていく。そしてサラマングレイとハートだっけこれ、サラマングレイとハートを発動。サラマングレイとハートの効果によって墓地で存在するサラマングレイとモンスター一体を特殊召喚できる。現れ再びサラマングレイとジャックジャガー、そしてサラマングレイとベイルリンクスを一体でリンク召喚していく。現れよサラマングレイとベイルリンクス、そしてサラマングレイとベイルリンクス2体をリンクマーカーにセット。サーキットコンバインリンク召喚サラマングレイとサンライトウルフ。これちょっとさ見せたい動きあるんだけど、ちょっと見せていい。ちょワンキル取れそうではあったんだけど、ちょっとサラマングレイとのやばすぎるムーブちょっと一回見せていい。ちょっと本当にやばいムーブあるんだよね。あのねこれ墓地でさ今ハルラっていう最強カード落ちてんじゃん。だからまあベイルリンクスをデッキ戻してね、あのジャックジャガーをこのサンライトウルフのリンク先に特殊化するんですよ。そうするとサンライトウルフの効果で墓地の炎属性モンスターを回収できるんですねこうなるんですよこれやばくないですか。これやってることだいぶやばいでしょ。でサラマングレイとベイルリンクスを特殊召喚、そして、まあ、スピーニーの効果も発動、スピーニーの効果を発動して打点を500ポイントアップ。そしてスピーニーの効果発動、スピーニーは墓地より特殊召喚できるサラマングレイトがいると、この効果を発動したらこいつは除外されるゲートが離れた場合ね。そして2体の効果モンスターでリンク召喚。これ一応ですね、今の多分スプラッシュメイジとあのアップデートジャマー多分すればワンキル取れると思うんだけどさ、基本的には高校ワンキルもできるんでねこのデッキなんですけども、ちょっとあのこの最強部分ミスさいすぎてちょっとこうしたので、これで負けたら本当先般ですこれそしてデストロイフェニックスガイを特殊召喚。デストロイフェニックスガイは一回置いとこう。デストロイフェニックスガイであのフィールド魔法割ればいい。アルテミスは今なんもないな、これなんもない。とりあえずこれは500でぶん殴る。はい、そしてサラマングレイとデストロイフェニックス外でダイレクトアタック。これサンクチュアリでさ500回復できるもんしょ、これサンクチュアリで500回復しちゃいじゃん、これこうしてちょっとだけ回復して謎コンボでサラマングレイとサンライトウルフぶん殴っていく。そしてサラマングレイと
デストロイフェニックス界の効果発動。お互いのフィールドのカードを1枚ずつ選んで破壊していくぜ。はい、ジェネレードステージなかった。ジェネレードステージなかったし、ウララある。墓地、手札に。手札にウララって、増殖処置あって、で、ジェネレードステージ割ったので、まあ、相手ほとんど何もできないんじゃないですかね、これね。オプトル、誰やお前。自分のフィールド上にモンスターを出した場合、自分のフィールドのジェネレードモンスターの攻守が打点線アップ。自分、相手のメインフェーズにジェネレードモンスター入ったらリリースすると、そのモンスターの数のことレベル9のジェネレードモンスターをできた特殊をする。リリースしって書いてあるじゃん。リリースして出せるの強そうだね。リリースして出せるの強そう。これフリーチェンジャーしかもメインフェーズでやるな。いいだろう。ちなみにさっき回収したカード何か覚えてるかお前。大丈夫か。さっき回収したカード何か覚えてるんだったらいいぞ。やってもロプトル効果。ロプトル自身をリリースすることによって何か出してくるか。その効果にチェンジ。うおー、ハルラどう。ハルラ無限回収。ハルラ無限回収コンボ。バリ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 。ぜー、ハルラの回収強すぎ。こんだけ強いこのデッキ、あまりに強いな。で、ドローしてガゼル来た。で、ダッシュガイの効果使って、で、こうして、はい、で、ガゼル効果、ガゼル効果使って、これは展開札ですかね。これはね、一回展開札送りますか。スピンに送って、で、スタンバイフェイズ、デストロイフェニックスガイの効果、デストロイフェニックスガイを特殊召喚。まあこれサラマンクレイトのリンク先でよかったな。まあいいや、どうせスピンにもいるじゃん。ハートもあるしな。最強か。サラマンクレイト、ジャックジャガーの効果と、ジャックジャガーの効果により墓地で存在するベイルリンクスをデッキに戻し、自身を特殊召喚。そしてサラマングレイト、サンライトウルフのリング先にモンスターが特殊召喚成功した場合、サラマングレイト、サンライトウルフの効果発動。これもっと先にできたんですね、これね。なんかガゼル特殊召喚先にすればよかった。まあいいや。で、ウララまた回収して永遠にウララ使いますという最強ムーブね。お、打点足りてるわ、あまりに強い。このウララ回収ムーブ強すぎない。これでいけるだけでも環境と全然渡り合えると思うけど俺。いやー、ハルラの属性、今から炎属性じゃないあの属性に変更した方がいいと思いますよ。いや、高校とってね、誘発握れないやつに遊戯をやってるしかないわ、本当に。あ、世界終わったー。いや、マジで、本当に。ライティドライバー召喚してくるやつに、ハルウララ打てないやつは遊戯をやめた方がいい。過激派、過激発言。いや、本当にもそう、マジで。高校とって手札誘発握れないやつは遊戯のセンスがねえ。マジで遊戯をやる資格がねえ。さあ、みたいなモンスターで御用ディフェンダー、うわすごいモンスター来た。御用御用御用ですね、これ。御用御用御用イゾルデまでは見ました。まあ世界が終わったと言ってもいいかもしれませんね、これはね。さすがにバリ展開するやん、やばいなこいつ。バルムンクとシュンゲイで8。あ、ベールゼ、なるほど、ベールゼ、なるほど、やべえ。何これ、アルティア強力出た。タクシー、タクシー来た。へい、タクシーセット、やばい。さあ、タクシー効果、タクシー効果でセットされると、クリアウィングシンクドラゴンとかいうかっこいいもんさ来た。なんか、あ、でもそんなに強くねえな、盤面まだ言うて。これ何すんだ俺。はい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 、レッドアイズフレアメタルドラゴンさんですね。なるほど。フレアメタルドラゴンさんは効果発動するたびに500番っていうね、効果があるんだけどさ。ギブアンドテイク。あ、ベエルゼ。おお、あ、いただける。なるほど。これは、カードは戦闘効果で破壊されない。効果によってダメージを受けた場合に、このカードの攻撃力はめっちゃ上がる。ちょっとわか、あれだっけ、これなんか、こいつって強制だっけ。ん、あ、とりあえずこれか。ガゼル持ってくる、ガゼル持ってくる。で、レッドアイズ比べてるのも500番。あれ
あ、やばいぞ、何が起きてんだこれは。あれ、あ、打点上がるの単位しかないんですよね。あー、なるほど、なるほど、クソデッキやな、やばいぞこの無限ループ。あれ、こういうのなんかできないように規制しましたってなんかお知らせ来てなかったっけ。あれ、あれ、なんでこれ成立してんの。ちょっとジャッジ